走って飛んで投げて打ってマリオとソニックが今度はリオで大活躍。任天堂 3DS マリオ&ソニックアットリオオリンピック。この夏ブラジルで幕を開けるリオデジャネイロオリンピックを一足先に 3DS で開催。正式競技の中から14種目にさあチャレンジ。登場するキャラクターはシリーズ最多。タッチペンがクラブになる。ドライバーもパットも直感的に。112年ぶりオリンピック競技に復活したゴルフ。パスかドリブルか一瞬の判断が勝負を分ける鍵になる。ブラジルでも大人気サッカー。ラインギリギリまで加速したらベストな角度で線を引く。全てはタッチペンの操作次第。やり投げ。音楽に合わせてボタンを押してリズム感を競い合う。芸術性が試される新体操フープ。さらに 100m 走、走り幅跳びなどおなじみの陸上競技の他にもボクシングや卓球など手に汗握る競技が盛りだくさん。よし。そんな競技をさらに熱くするのがマリオやソニックの世界観をダイナミックにプラスしたエクストラ競技。ドッスンが行く手を阻む。ビンゴの上でビーチバレー。収録している正式競技の全てでエクストラ競技がプレイ可能。マリオ&ソニックならではの魅力を遊び尽くそう。 3DS 本体を持ち寄ればソフト1本で最大4人までプレイ可能。もちろん全ての種目が楽しめる。1位を目指してワイワイみんなで盛り上がろう。一人でじっくり楽しむなら B が主役のチャンピオンズロードがおすすめ。マリオ派かソニック派か、どちらかのジムを選んだら30種類のトレーニング競技でビシバシ B を鍛えよう。さらに270種類以上のコスチュームに着せ替えたり、各競技のギアを持ち帰ればミーの能力がどんどんパワーアップ。目指すは大会金メダル。ミーチャンピオンズロードで鍛えたミーはそのまま通常競技でも使える。全種目制覇を目指そう。 3DS の歩数計機能を使ってフルマラソンが体感できるお出かけフルマラソンにも挑戦。進んだ距離によってアイテムやコスチュームをゲット。毎日コツコツ歩いて 42.195km 完走しよう。マリオとソニックがリオで大活躍。任天堂 3DS マリオ&ソニックアットリオオリンピック。アミーボー。マリオ&ソニックアットリオオリンピックはアミーボに対応。マリオかソニックどちらかのアミーボをニューニンテンドー 3DS に直接タッチすればパワーアップしたコスチュームで記録の限界に挑戦できます。アミーボ